私今までプログラマーとか MBA とかそういうのが稼げると思ってたんですけど、違いました。今回の動画なんですけど、ちょっと編集してて気づいたんですが、前の動画と相違がないように、あとちょっと誤解がないように、ちょっとこれだけ最初にねご説明させていただこうと思います。何かというと、プログラマーさんとかエンジニアさんとかって私すごいと思うし、これからねもっともっと稼げるようになってくるジャンルかなと思います。で、今回いう稼げるジャンルっていうのは、その今お持ちのスキルプラスアルファこういうのがあるといいよっていうところ、あとそういうプログラマーさんとかだと、世界で見るとやっぱりこうインドとかフィリピンとかに英語ができるので流れていってしまってるんですが、だけど日本だと逆に言うとまだまだ、しかも皆さんもしそのプログラマーとかエンジニアとかのスキルにプラスアルファ英語力があると、逆にそういうアメリカからの仕事が日本でね受けることができるんじゃないかなと思いました。ちょっとこれ伝えたくて、もし私の視聴者さんでプログラマーさんとかエンジニアさんとかいたら、素晴らしいスキルプラス英語もできると、多分海外からのそういう仕事っていいんじゃないかなと思ったのでご説明させていただきました。では本編どうぞ。はい、じゃあマリさん、ののせ、皆さんこんにちは。モチベーショナルスピーカーのののせです。今日はですね、ちょっとこちらのハイコンセプトという本ですね、ダニエル・ピンクさんって有名な方書いてるんで知ってる方もいるかもしれないんですが、こちらの方フリーエージェントの到来っていう本でね有名です。で、今回この本を読んでみてもう本当にびっくりして、しかも納得できました。なぜかというと、今までそういうプログラマーとかエンジニアとかね、皆さん稼げると思ってるじゃないですか。これからももしまさに伸びると、実はそういう、弁護士さん、プログラマーとか MBA とかよりももっとこれから生きていくジャンルがあるんですよ。何かというと、何かを想像できる人、共感できる人、あとは物語に意義を持てる人、パターン認識ができる人、この辺がこれからの時代稼げるスキルになってきますので、そういう稼げるこうビジネスのジャンルを今日皆さんにご紹介しようかなと思います。で、なぜかというと、もちろんプログラマーも今特に日本だと日本語しかできない人が多いので稼げると思います。まだまだこれから大丈夫だと思うんですが、世界に目を向けた時に、やっぱりフィリピンとかインドとかパソコンめちゃくちゃ強い人たくさんいますか、賢い人とかで値段安いじゃないですか。だったら仕事そっちに振ろうっていうことで、どんどんそっちに流れていってしまうのね。で、そういう仕事っていうのは結構厳しくなってくるということなんです。で、もちろんそれだけじゃなくて、今まで情報化社会って言われていた、いわゆるロジカル的な左脳の部分、それがコンセプト社会になってるよと、右脳を使う部分ですねになってきてるということで、今日はその辺のお話をしていきます。で、その後にですね、ちょっとどういう職業が具体的にいいのかっていうのと、そういうスキルの身につけ方も皆さんに、お伝えしていきます。ぜひ最後まで見ていいと思ったら高評価で応援よろしくお願いいたします。で、まずその左脳から右脳に、コンセプトへっていうことなんですけど、具体的に例えば皆さんトースターお家にありますか？私ちょっとここ仕事場なんでトースター今ないんですけれども、どなたも大体トースターね持ってると思います。でもトースターってよく考えてみてください。どういう風に選びました？あれって1日のうち使うのってパン焼く時だけですよね。もう15分ぐらいじゃないですか。で、残りの23時間45分はそこに置いてある、いわゆるこう家具じゃないけど飾りですよね。なんで多分皆さん実用性、パン焼くのってもうどれでもほぼ変わらないのでちょっとこうなんか可愛いドラえもんの形にパンが焼けるとかね、そういうのではない限りね、ちょっとこうスタイリッシュで可愛いなとか、なんかかっこいいなとか、ちょっと小さくて便利だなとか、そういうトースターを多分選んでると思うんですね。で、これ実はソニーの前の会長さんの大賀典夫さんっていう方も言われていて、もう科学とか技術ではほぼほぼ同じだと、差別化できるのはデザインだと言ってるんですね。確かに私のこのカメラソニーでね、Vlog キャムっていうやつなんですけど、上にマイクのふわふわがついててめちゃくちゃ可愛いんですよ。もうこれで買っちゃったっていう、もう寄付金の10万円これに使ったっていう感じなんですけれども、そんな風に製品のこう質とかって比べれないからデザインが大事になってきますよ。で、面白いのが、なんと製品のデザインに対して 1% コストを多くね費やしたところ、なんと売上とか利益が 3-4% 上がったっていう会社もあるんですね。で、あとは株価とか見ててもデザインにかけてすごいこう真摯に向き合ってる会社は上場しやすかったりとかっていう風に言われております。それぐらいデザインが今大事になってきてるよっていうところで、どちらかというとそのより右脳、デザインとかクリエイティブさっていうのが必要になってきてるんですね。で、2つ目のポイントとしては、議論よりも物語っていうことで、これは今まさに YouTube 見てもらうと分かると思うんですけど、本の要約とか、あとはこうちょっと皆さんと共感しやすいような内容、トイックが全然取れない、ここに突っかかりやすいとかそういうジャンルが YouTube ってヒットしやすいと思うんですね。これはどんなことかというと、ただただ鬼滅の刃の話を説明しようと思ってキャラクターの名前をこう言ったところで、多分皆さん頭に入ってこないと思います。だけど例えば炭治郎っていう主役の男の子には家族をこう皆殺しにされてしまって、唯一生き残った妹が鬼になってしまったと、禰豆子は禰豆子で禰豆子のストーリーもあるし、仲間の柱とかもね、
各それぞれにみんなストーリーがあるじゃないですか。だから皆さん柱の名前言えますか？言えないんだけど、柱の名前言えなくても柱のその子の裏のストーリーは言えるじゃないですか。例えば胡蝶さんとか胡蝶忍さんとかも、まあ、名前唯一言えたんだけど胡蝶忍さんのこうバックストーリー、姉を殺されてとか、そういうストーリーがあるからあれだけ皆さん多くの人の心に刺さると思うんですよね。感動が生まれるし、まあ、そういう風にやっぱりこうストーリーがいかに上手に伝えれるか。野菜でもそうですよね。何々さんの農家とかさ、よく書いてあるのを選んだりとかするじゃないですか。でそんな風に物自体は変わらなくても、そこにストーリーがつけれるかどうかで変わっていきます。だから営業マンの方とかでもその辺つけてあげると上手に売れるんじゃないかなと思います。例えば、まあ、ここに今ね、あの、まあ、ちょっと元営業なんですけど、こういう風にね、あのカレンダーがあるとします。でこれ普通にね、こういうカレンダーでこの1から12月こうついてまして、で、まあ、小さくて書きやすいんですよっていうような売り方、もしくは実は私は祖母がいて一緒に住んでたんですけど、まあ、これ本当の話なんですね。もう最後ね、もう90近かったので寝たきりになってしまって、でいつもベッドの上でね、私に向かって今日は何日だいと、今日は何曜日だと聞いてきたんですね。もうちょっと半分ボケてた、まあ、だけどその時に、あ、カレンダーがじゃあおばあちゃんねベッドの横にあったらいいんだと。でも大きいカレンダーあれなんや、じゃあ小さいこれぐらいのカレンダーがいいんじゃないかと。でこのセラピケのカレンダーを横に置いてたんですよって言うと、このカレンダーってなんかすごく私にとって特別なものなんだなっていう話が多分皆さんの中に印象づけれると思いますし、多分今の話は一生忘れないじゃないですか。このカレンダー、ジェラピケのカレンダー自体はすぐ忘れるかもしれないけど、そういうストーリーが入ることによって忘れにくくなるんです。ということで、そういう、ね、話ができる人とか共感力が上げれる人っていうのがいいと思います。今の話ちょっと共感力はねあんまり上げれなかったかなと思うんですが、でこれ実は経済学者のディアドラ・マクロスキーさんとアルジョ・クレイマーさんも言われてるんですが、これからは説得するビジネスが流行ってくると、まあ、例えば広告とかカウンセリングとか、まあ、コンサルなんかもそうだと思うんですけど、でアメリカの GDP 国内総生産が 25% もうそういう職業が占めているそうなんですね。これはお金に換算すると110兆円ぐらいです。かなりの量を占めているということです。で3つ目のポイントとして、今までハーバードの MBA ってすごい難しそうなイメージあると思うんですけど、 MBA 通る確率が 10% なんですね。だけど UCLA の MFA っていうところを通る確率 3%、 まあその MBA より難しい MFA って何かというと、これは Master of Fine Art ということで、アートを学ぶコースが今MBA よりも難しいんですよ。で確かにこれコンサル会社が当時1993年、その10年以内にね比べてみたところですね、 MBA の人を取る確率っていうのが 61% から43% まで下がってるんです。それぐらい今 MBA よりもどちらかというとクリエイティブな方が需要があるよというふうにアメリカとかだともうすでになってるということなんですね。これ実はじゃあ皆さん今更自分アート勉強したくないし興味ないし好きじゃないしっていう人も多いかもしれないんですが、大丈夫です。例えば今自分がねお医者さんだとしてもね、お医者さんでもデザインと共感能力を上げれば売り上げが増える可能性があるんですね。デザイン、例えばこれピッツバーグのモンティフォール病院では自然光を当たるようなデザインの、待合室にしたところ、手術後の鎮痛剤の利用率が少なくなりました。で薬に対する料金も 21% 下がりました。早く良くなったりとかねする傾向が増えたっていう研究結果も出てますし、まあ、共感力っていうのは例えばトータル的にねその患者さんの生活習慣とか聞いてやっていった方がやっぱり人気が出てくるお医者さんになったとかしますよね。そういうことです。なので皆さんの今の仕事あると思うので、それに何かデザイン的なものを変えれないかな、共感力上げるにはどうしたらいいかなを考えてみてください。 Twitter の SNS とかもそうですね。企業の SNS だけど、その販売員さんのツイートとか個人的なストーリーの方が人気があってバズりやすいじゃないですか。でこの後ですね、じゃあ実際具体的にどんな職業がこれから稼げるようなビジネスジャンルなのかお伝えして、そのスキルの身につけ方もお伝えしていこうかと思うんですが、私のチャンネルではこのように大人が学べる知識を提供していってますので、ぜひあのいいと思った方はチャンネル登録で一緒に勉強頑張っていきましょう。であと一応ですね、概要欄見てもらうとトイックのコースを作ってるので、あと公式 LINE アカウントとかもね、お友達に誰でもなれますので、よかったら友達に登録しておいてください。ではですね、実際に稼げる職業なんですが、カウンセラーとか看護師とかストーリーテラー、こう物語語る人ですね、あとデザイナー発明家なんかが結構需要が出てくるんじゃないかなと思います。アメリカだと実際に1970年から比べてみて作家さんの率が 30% 増えてるし、作曲家も 50% 増えてるんですね。どんどん増えているジャンル。あと、さっき言った MFA のクリエイティブライティングというスクールは今まで20校しかなかったのが、もうその20年間で240校まで増えてるんですよ。20校が240校ですよ。めちゃくちゃ増えてるという、ここでも稼げそうな感じですね。っていう風にこれからクリエイティブなスキルとかすごく
ごく大事なので、その身につけ方なんですが、もちろんこのハイコンセプトの中にもワークみたいな形でいくつか細かく載ってました。だけど結構細かくて難しかったんですが、私なりにねちょっとご紹介しておくと、4つあります。1つ目がオリジナルなものを作る。なんで私もちょっと途中までやってて今ちょっと話流れちゃったんですけど、自分のグッズを作ってみるとかするといいと思います。で2つ目が、不満のデザインを考えてみる。例えば今まで皆さんお部屋とか見渡してみてこういう気に入らないちょっと家具とか、これ私すごい気に入っているフランフランの加湿器なんですけれども、例えばこれをじゃあどういう風に自分だったらデザイン変えるかを考えてみてください。私だったら例えばこれも女性向けだったら白の方がいいんじゃないかなとか、もうちょっとなんかこの色がキラキラ変わるようなものだったりとか、上がちょっとこうなんかスワロフスキーとかこういう感じだったら可愛いんじゃないかなとかっていう風に変えてみることができますよね。でそういう風に自分が今不満に持っているものをちょっと変える訓練をしてみる。で3つ目の、身につけ方としては自分史を作ってみてください。誰にも別にねこう明かさなくてもいいし公開しなくてもいいので、自分の今までのこう人生をちょっと作ってみるっていうのも物語のねこうストーリーテラーにもなるいい練習になるんじゃないかなと思います。で4つ目が私結構これ独自に近いんですけど SNS をやるということで、まあインスタでも YouTube でも Twitter でも何でもいいと思うんですけど、やっぱりそういう SNS ってさっき言った感情とかデザイン性とかそういうのが上手な人ってやっぱりバズりやすいんですね。で私実際に YouTube 最近ですね、みんな気づいてるかもしれないけどサムネをねちょっとだいぶ変えてると思うんですよ。で一時期ちょっと外注してデザイナーさんに依頼したことがあったんです。なんか伸び率が悪くて自分でやった方が結局良かったことがあるんですね。これ動画の編集に対してもそうで、自分だからちょっとひいき目に見てるのかなとかじゃなくて、オイランの動画を作ったことが昔あって、多分このこっちのチャンネル上げてると思うんですけど見てください、よかったら。編集を当時も外注してたんですが、なんかね私のこうイメージしてたのと違ったんですよ。でなんかイメージしたのがやりたかったので、ちょっと自分で編集をし直して、で友達にどっちが作ったかっていうのを明かさずに両方見せたところ、私の方を選んでいただいたんですね。ということで、その方とか例えばそういうテレビの編集とか普通の動画の編集デザインはうまいかもしれない、だけど YouTube に関してのデザインとかは私やっぱり10年近くやってきただけあって多分上がってきてるなというふうに感じております。なので非常におすすめ、自分がこう勉強しながらやってみることが大事な、まず初めはね誰もできないと思うんだけど、だんだんこう練習していくことでね上がってくるスキルなんじゃないかなと思うので SNS 非常におすすめです。ということでですね、もっともっとこちらの方にはですね勉強についてとかも載ってたので、そういうのも知りたいなとかいいなと思った方はぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。でこの動画いいなと思った方、次こちらの動画よかったら見てみてください。皆さんにおすすめの動画が表示されるようにセットします。では皆さんのビジネススキルが上がりますように。 See you!